月2日月曜日、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団ベテル清水教会の井上と言います。今日もご一緒に聖書の御言葉を黙想いたしましょう。テーマは慰めと希望の約束、永遠により頼むべき御言葉。聖書はイザヤ書40章1節から8節です。イザヤ書40章1節から8節。慰めよ、慰めよ、私の民よ、とあなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けたと。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために、王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして、主の栄光が表されると、すべての者が共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草。その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。今日からイザヤ書になります。イザヤ書は大きく2つに区分されます。前半は1章から39章まで、イザヤが活動した時代、主にヒゼキヤ王の時代に語られた予言であります。リビングライフでは昨年前半部分を黙想いたしました。今日からは後半、40章から66章までを黙想していきます。39章からは時代が飛びまして、バビロン捕囚の時代の予言になります。この後半は神学的に第二イザヤ、第三イザヤと呼ばれる部分でもあります。40章の一節、慰めよ、慰めよ、私の民よ、とあなた方の神は仰せられる。慰めよ、慰めよ、私の民よ。今日最初に黙想したい御言葉であります。神様は慰め主であります。私たちを慰めてくださるお方、今日慰めが必要な方はいらっしゃるでしょうか。主の言葉には慰めと希望が満ちています。ぜひ御言葉を深く黙想し、主が語られる言葉を心に深く留めてください。御言葉は私たちの魂に語りかける神の声であります。39章と40章の間には約150年以上の空白がございます。ヒゼキヤ王の時代から一気に捕囚の時代になり、この間南ユダは北イスラエルと同じように神の裁きを受けました。ユダの町は破壊され、神殿は滅び、イスラエルの民は祖国を失って捕囚の民となります。バビロン捕囚であります。彼らは神に見捨てられたと思ったでしょう。見放され、その中で主の憐れみを求めて祈り続けました。しかし神は沈黙し、暗黙時代を過ごすことになります。40章からはイスラエルの民に慰めと希望が語られます。つまり神様は彼らを見捨てておられなかった。主は彼らを憐れみ、回復へと導かれた。
私たちも時には失望し落胆することがあります。自らの罪や過ちによって神の祝福を失ってしまうことがあります。祈っても聞かれず、何をしてもうまくいかず、まるで神様が沈黙し見捨てられたように思うこともあります。しかし神の恵みは失われていません。主は憐れみ深いお方であり、救いの手を差し伸べしてくださる。それが40章以降の内容であります。私たちの人生にも40章以降があります。福音が届くのです。良い知らせが届くのです。慰めよ慰めよ私の民よ、この言葉が語られます。捕囚の民に慰めと回復の約束が語られ、そして主の言葉は成就していきます。彼らはエルサレムへと帰還していくことになるわけです。さらにこの予言は時代を超え救い主の到来を予言します。福音書を読みますと、このイザヤの予言が成就し、バプテスマのヨハネが現れ、さらに救い主イエス・キリストが登場するわけです。3節、荒野に呼ばわる者の声がする、主の道を整えよ、荒地で私たちの神のために王子を平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。主の道を整えよ、二つ目に覚えたい御言葉です。ユダの町は荒れ果て、神殿も破壊され、町は荒れ地となり暗闇に包まれます。しかしそこに主が来られる、再びシオンの山に主が来られるという言葉です。まもなく王、主が来られる。だから主の道を備えよ、唱え、整えよ、準備しなさい、主をお迎えする用意をしなさいという勧めであります。以前の予言はさらに時代を超え、今も聖書の御言葉を聞く者すべてに届けられます。この CGN テレビにおいても良い知らせ、福音が告げ知らされています。ぜひ主の良い知らせに耳を傾けてください。もしあなたの周りに荒地を経験し暗闇の中におられる方がいるならば、良い知らせを伝える声になってください。5節、このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る、主の御口が語られたからだ。主の道が整うと主が来られ、主の栄光が表される。主の約束が成就したときに主の栄光が現れます。皆さん、主の約束、主の言葉は必ず成就する。歴史的にもバビロンにいた民はクロス王の勅令を受けて解放され、祖国に帰って神殿を再建し、彼らは主の栄光を見ました。自力で成し遂げるならば神の栄光にはなりません。自分で救われるならば神の栄光にはなりません。できないことを神様が成してくれた。私たちはイエス・キリストを通して救われ、神の栄光を見ることができます。ぜひ主と主の言葉を信じてください。そして共に主の栄光を拝し、主の御業を明かし、良い知らせを告げ知らせる人になりましょう。皆によって祝福します。最後に8節を読みます。草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。神の言葉は永遠に立つ。イエス様も弟子たちにこう言いました。この天地は滅びます、
しかし私の言葉は決して滅びることがありません。アーメンです。主の言葉、神様の約束は永遠であり不変であります。旧約の時代に語られた主の言葉は、イエス様の時代に語られたあの言葉は、今の時代にも変わることなく私たちに語られています。主の言葉は滅びることがない。主の言葉がある限り私たちには希望がある。恵みは決して失われません。今日も主の言葉が皆さんの心にまかれて、良い実を結び、そして良い知らせが皆さんを通して周りの人々に届けられますように、主の道が整えられていき、多くの人々が主の栄光を見ることができますようにお祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝します。慰めよ、慰めよ私の民よ。主よ、あなたは私たちを慰めてくださる方です。荒れ果てた地にこの声が響き渡りました。神様、この日本を憐れんでください。この世界を憐れんでください。今こそ慰めが必要です。主よ、あなたはすでに来られ、これからまた来てくださる方です。どうか私たちが主の道を整え、良い知らせを伝えていくことができるように、一人でも多くの人々が神様の栄光を見ることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。